さあ始まりました、こんばんは、ロッテ先生ガチオーダー紹介8月編、はい、ということでこれが今月のオーダーです。野手に関しては基本的に選手はあんまり変わってないんですけど、 DH にポランコを追加してビニーは代打枠に回りました。その影響で左打者がいなくなったので代打にボーリックを復活。そしてピッチャーはこんな感じです。なんと増田さんが初めて抑えから外れました。抑えにセレクションで獲得した小林正秀。増田さんは中継ぎ適性があるので中継ぎに回しました。なのでさらに中継ぎが強化されたっていう感じで、まあ、8月に関してはセレクションのみの補強となりました。まあ、今後ね TS が5段6段とあるかもしれないので、まあ、そこで打者を獲得できればいいんですけど、まあ、やっぱりね今の一番の狙いは外なので、ここがね、まあ、ミキサーでワンチャン神引きできればいいかなという感じです。ということでリアタイしていきましょう。さあということで1試合もやっていきましょう。大体ねガチャオーダー紹介っていうのは毎月15日になってるんですけど、まあ、今日はね多分17日だと思うけど、まあ、撮影日自体は15日なのでご安心ください。オッケー、危ねえ。これねセレクション筒香さんね、バット短くない？これあの前のイベントで思ったんだけど、なんかねお危ない危ない、おもちゃみたいなね多分78センチぐらいのバットしかねないよこれ、分からんけど、いやえぐ、おもちゃバットで打たれた。これ中島選手もセレクションなんで、相手ねあのめちゃくちゃセレクション多い。え、高額出てないよ。ちょっとガチオーダーなのに打たれるのはだいぶまずい、しっかり押さえてくれ。いやそれあり。さあちょっとここもゲッツー取んないとだいぶまずいんで頼む。うわ落ちるやつやん。おっ、オッケーラッキー、よしでっかい、オッケーオッケー。さあ先頭はもちろん岡ひろみです。ロッテルンスやね、もうみんな岡ひろみ、多分スピリーグとかやってもね、まあ7割ぐらい岡さんじゃないかなっていうぐらいね、ロッテルンスや岡ひろみばっかなんで本当に有能です。いいね、今のちょっとファウルかと思ったけど全然フェア。そして2番落合さんも、俺のね1、2番はね岡さん落合さんはねこれもう一生肯定です。まあガチオーダーじゃなければ1番キュートなんですけど、まあ、大会とかねこういうガチオーダーの時は、え1番岡ひろみの2番落合さん、そして3番新加入のポランコ。ポランコね使用感がねえぐいんですよ。あ、ありがとう。まあ多分補給いいかな、補給低いんで出ましたね。おいしょー、素晴らしい。で問題はここなんですよ、俺の打線のね5番打者、ここがねもう外が欲しくてたまんないんですよマジで。山口がね広角出ないともうなんかねただのパワー引きで、パワーも80乗んないことが多いので、まあ、外もしくは福浦さん、ここ持ってる人はねだいぶね違いますね。こちらよいしょー。まあボーリックでもいいんですけど、ボーリックね俺の場合スピード4250なんで、まあそこ考えて一応代打枠っていう感じにしてます。そして松井裕樹さん、いいね、ファール？フェア。あーファールかい。だからねオーダー強化してるはずなんだけど、なんかね自分がね、まあ、強い選手に慣れちゃってるんで逆にね今ちょっと打ちにくい。まあ特にここね5番山口からの藤岡里崎三郎、ここら辺ちょっとね打ちにくい。ほらもう里崎さん、もう里崎さんはねトシヤがライトラインだったら変わる可能性があるので、能力的にはなかなか厳しいですね。まあキャッチャーという点においては悪くない能力なんですけど、やっぱ山口と一緒で広角出るか出ないかで全然違うので、ちょっとまあ里崎さんはねコナミさんにあの言ってもらって、もっとなんかどうにかしてくんないかと、超捕手を変えてくれないかと、まあそれだけで多分だいぶ変わるんで、もう里崎さんは超捕手、ここをねなんとかしてほしいなと思いますね。マジでプロスピにおいて超捕手は本当にいらないです。よーし、オッケー。さあ、ということで2試合もやっていきましょう。まあ、さっきも言った通りね、この動画は8月15日に撮影してるんで、まあ、8月17日現在、ロッテは今、9連戦ね、結果どうなったのか、日本ハムに勝ち越したのか、そしてソフトバンクにはどんな感じなのかっていうのは、僕は今一切わかんないんですけど、危な、まあ、今撮影してる時点では、ちょうどね、北海道での3戦目のね、今試合中に撮影してるんですけど、なかなか厳しい状況です。ちょうどね、今さっき佐々木朗希が、あ、負傷交代して、そして高部さんもいなくなって、流れ的には最悪なんですけど、まあ、この流れは最悪な中、ロッテはどこまで頑張ってるのかっていうのは、今ね、動画を見ているあなたたちしかわかんないので、まあ、いい意味でワクワクしています。よーし、OK。まあちょっとこの時期の怪我人多いね最近、もう怪我人もだし調子悪くて
春先から出てきてない人もたくさんいるし、チーム状況的にはなんか毎年この時期しんどくなるなって感じですよね。なんかだいたい8月後半から9月前半はめちゃくちゃ負けて、なんか最後9月の後半にちょっと頑張って、まあギリギリ2位とかギリギリ3位とか、なんかそういうイメージが昔からあります。取れる。いえ、なんか俺のイメージはね、もうなんかロッテはとりあえず3位に入って、3位から本当の戦い、クライマックスから本当の戦いだみたいな。昔、まあ2010年以降かな、10年から、まあ10年後半ぐらいまではなんかクライマックスからがね本当の勝負だみたいな感じの印象だったんで、まあそう考えると最近はずっと2位なんで悪くはないんですけど、ね、やっぱ優勝できてないんで、ちょっとそこら辺はね一回優勝したいですよね。さあそして喋ってる間に3点取られました。まずい。いやーマイナス1めんどくさいな今。マイナス1のくせにね、あのこれめっちゃ得の強いんですよね。オッケー。さあとりあえず2点取りたい。ただマイナス1はなくなりました。もうこういうのがね純正だと結構毎回見ないといけないんでめんどくさい。よいしょ、オッケー。さあそしてミート46ですよ。もう自分からね能力下げますからね、ポランコは。これフルスイングが出てればミート30いくんで、いかないか。ミート46、うん、まあ43とか。ただこれでも打てるってとこを見せたい。ミートなんか30あれば十分ですから。いいよ、距離は十分。落ちる。え、これはね、この菊池さんがうますぎる。さあガチオーダーということで中継ぎを出していきましょう。まあ贅沢に一人一人変えていきましょう。もうこれ以上はね点取られたくない。マジ？よーし、OK。そしてなんと中継ぎで増田さん。これマジでいいよね。ここにね、増田いるっていうのがね、でかい。まあ、そして第2抑えもあるんで、まあ、コルデロとかもね、抑えいけますけど、増田がね、第2抑えでいるのがね、強すぎる。うん、いいね。さあ、そして、もうこれがね、本物の抑えですよ。強すぎる。もう相手能力ないですからね。そして、縦スラ。もうね、この盾すらマジ強いん。うん、初見がね絶対に打てない。いいんじゃない？ OK。 さあセカンド、いや行かないか。はい、こういうことです。もう最強だよね。何この能力、広角のライドラナ98って。敬遠か。まあ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 いいでしょう。いや敬遠か。まあポランコ決めるしかないか。よしよしよし、 OK。 さあ集中。ということで今月もロッテ純正頑張りましょう。